今日はサク&サッシーオリジナルブランドアンドから第3弾 T シャツの紹介です。で、サク&サッシーの、うん、オリジナルブランド、はい、アンドから、はい、第3弾のアイテムを紹介します。はい、今日は、スウェディッシュ SS ルーズティー、うん、シャツ、パンツと着て T シャツで、どういう T シャツかっていうと、あの夏にあのベタつかずに、うん、あの1枚でかっこよく着られる T シャツっていうのを作りたいなと思ったので、はい、まあ、これを作りましたと。はい、素材がまずポリエステル 100%、はい、まあ、第1弾第2弾もそうだったんだけど、うん、ポリエステルです、うん、やっぱりポリエステルって、強いよね、うん、その夏に万能、うん、でだけどこれすごく綿とか、ちょっとこのチャコールとかは後でも言うけど、ウールみたいな質感が出てるね、この素材は、うん、もう本当にポリエステルとは思えないような質感が出てて、うん、ポリなんだって多分あるよね、思うよね、うんうん、っていうぐらい、見た目とかも、うん、すごくなんていうんだろう、こうカジュアルな装いで着てもすごくハマる素材。そうだね、なんかこうポリエステルって聞くとやっぱアウトドアとか、うん、そういう感じになりがちだけど、実際アウトドアブランドとかでポリエステル 100% の T シャツをよく作ってるけど、うんうんうん、まあ、そこまでそのデザイン性がね、そうデザイン性がね、ファッショナブルではないという、うん、そうファッショナブルな方には寄ってないから、うん、機能の方はすごくいいと思うんだけど、ファッショナブル性でいったらちょっとやっぱり劣るかなっていうところはあるから、うん、でそこを両方、まあ、機能性とあとはそのファッション性を両方兼ね備えた T シャツを作りたいなと思ったので、うん、今回これを作りましたと、うん、で、これはスウェディッシュっていうぐらいだから、うん、スウェーデン軍の、はい、サーマルのインナーが、うんうんうん、まあ、よく古着屋さんでよく目にするんだけど、でだけどやっぱりインナーだからタイトなものしか売ってなくて、うん、サイズを大きくしてもシルエットはやっぱり細いし腕も細いしとかだったから、うんうん、でも切り替えがすげえかっこいい。そうだね、うん、でそれはもう本当古着屋さんで見るたんびに思っててでそれをデザインのディテールとして取り入れて、うん、でシルエット感とか、まあ、その素材とか、うん、そういうものは自分のその着たいシーンとかに合わせて、うん、アレンジして今回作りましたという感じだね、はい、だからまあ後ろの切り替えがすごく特徴的で、うん、後ろのまあヨークのところというか袖から肩にかけてが1枚こう取られてて、はい、まあ、そういうのを取り入れながら、でそこをただ取り入れて切り替えただけだとあんまり面白くはないので、うん、もうちょっとこうファッション性を高めるために、うん、ここのステッチを全体のステッチをなんだけど配色に今回はしました、はい、で、ただやっぱり大人が上品に夏1枚で着られるっていうことを考えると、はい、ほんのり配色とかっていうのが一番いいんじゃないかなと思ってて、うん、なのでそこの色味感はすごく2人で話しながらだいぶね、うん、いろいろちょっとね生地と合わせながら試して決めた感じなんですけど、まあ、こっちの手前側からチャコールグレーにパープルのステッチ、はい、で、まあ、パープルが結構濃いめなので、うん、そんなにこうめちゃくちゃパープルが目立つわけではなくて、そうこれはだいぶ大人っぽい、そうだね、これが一番大人じゃないかなと思う、うん、でただそのこのルーズのシルエット感で少し配色があることで、うん、はい、すごくファッション性の高い、うん、着こなしができるんじゃないかなと、1枚でもね、そうだね、それを、まあ、T シャツ1枚でもできるっていうのがすごく特徴かな、はい、で、次が白、うん、で白には薄いグレー、まあ、ちょっとベージュがかってるグレーというか、うん、そうだね、うん、ライトグレーというか、そうだね、うん、を入れて、まあ、これもそんなにこうめちゃくちゃ目立つわけじゃないんだけど、うん、ステッチが配色っていうのが分かるような程度の色味を入れてるので、うん、まあ、ただの真っ白な T シャツを着てるよりかは少しデザイン性が入ったものを着てるなっていうのが一目で分かるようなデザインになってますと、うん、はい、で、次がブルー、うん、これが一番配色としては分かりやすいかな、うん、分かりやすいよね、うん、でまあ、色がもともと結構特徴的なブルーだから、うんうん、これはまあね、もう本当に結構なんて言うんだろう、アクセントとして使ってもらうような、そうだね、うん、色味だから、
ブルーにはだからネイビーのステッチだね。そうだね、うん、ネイビーのステッチを入れてアクセントにしていますと、うん、でまあシルエットがさっきも言ってたんだけど、あのルーズなシルエットには作ってるので、うん、まあ、肩回りだったりとか、あの身幅だったりとか、はい、で着丈はそんなにそのめちゃくちゃ長くしてるわけじゃないので、うんうん、普通の、まあ、バランス見て、うん、同じようなあのバランス感なので、まあ、ルックとかこの後あの俺が着るような着用をね見てもらうとバランスが分かると思うんだけど、うん、はい、まあ、そういう感じで作っていますと。これもサイズ展開は2サイズ、うん、今回は3色展開の、2サイズ、はい、で、この後あの着用するのが、3っていうサイズで、うん、それが大きい方、大きい方だね、うん、で、まあ、もう1個下の2っていうサイズがあるの で、うん、で詳細はあの概要欄に貼っておく URL の中から、はい、オンラインのウェブサイトの方で、うん、あの詳細のサイズスペックは書いておくので、うん、まあ、そこを見てもらえるといいかなと、はい、あとまあ特徴的なのはその首の締まりのところかな、うん、そうだね、やっぱり大人が着るっていうところのテーマでいくと、うん、あの首がやっぱり広くてとかあのよれててとか、うん、まあ、着すぎてるとやっぱりだらしなく見えてしまうから、首は本当にあのリブがこう首にちょっと寄り添うぐらいの感じのしっかりと締まってるような T シャツにしてますと。なかなかよれることはないだろうねこれは。そうだね、うんうん、結構タイトな感じにはあのしてるから、うん、まあ、だけどそのきついわけじゃなくて、あ、そうそうそう、寄り添うっていうような感じで作ってるので、ここもすごくパタンナさんと話して、うん、あのこだわったところではあるので、まあ、そういった形で作ってます、はい、なのであのルックもね、うん、あの前回とかも、まあ、見てもらってるとは思うんですけど、はい、あのイメージのブランドの、ね、ルックを作っているので、まあ、その中であのどういう T シャツなのかっていうのもイメージしてもらいながら、うん、本当に1枚でかっこよく着られるのかとか、そうだね、うん、楽な感じで着れるのかとかっていうのは見てもらえれば、うんうん、分かると思うので、今回も同じく買ってくれた方には、はい、あのこのオリジナルのね、うん、巾着袋に入れて、はい、あのお届けしようと思うので、アンドオリジナルのね、そうだね、アンドオリジナルの、まあ、なので、買っていただいた方にはこれをね、うん、また後であの使ってもらえるとすごく嬉しいかなと思って、うん、まあ、何を入れるでも使えるし、うん、カバンになんか入ってるだけで可愛いと思うよね。そうだね、うんうん、なんかあの旅行とかそういう時にも便利だし、うん、普段なんかねあの小物とか入れておくのも便利なので、うん、まあ、こういうのをちょっとまあつけて、でまあ、自分たちがやっぱりもらったら嬉しいなって思うので、はい、まあ、少しのことかもしれないけど、うん、あのこういうのをね、あの一緒にお届けしたいなと思っているので、うん、はい、まあ、そういった形で、今回は T シャツを、はい、受注して、予約販売ですね、うん、の方していきたいなと。で値段が、うん、1万2000円に消費税、はい、で1万3200円になります、うん、はい、まあ、僕らがあの感じる高揚感っていうのを、うん、あの共有させていただいて、うん、でそれであの高揚感を感じてくれる方たちに、うん、あの商品を提供できたら僕らも嬉しいなっていうふうに思っているので、はい、あのそういった価値観をあのとにかく詰め込んで、うん、あの作っています、はい、なのであの決して T シャツとしてはあの本当に安いものではないです、うんうん、だけど価値観としてはすごく高いものだっていうふうに自分たちは信じて作っているので、うん、あのそういったところを感じてもらって、うん、あの来てもらえるとすごく嬉しいなと、本当におすすめできる、うんうん、からあの自分もこれねあの絶対着るし、うん、もうあのなんならこの素材は着てたこともあるので、はい、あのそういったところであの本当におすすめできる素材なの で、うん、でまあ、T シャツのデザイン自体も、うん、あのすごくかっこいいデザインになっているので、まあ、そういったところをおすすめしたいなと、はい、じゃあちょっと着たところを、ね、うん、見ていただいて、ね、はい、行きましょう、はい、まずブルー、はい、結構いいでしょう、結構どころじゃないと思いますあのグレーで、はい、あのちょっとこう淡い感じで合わせたんだけど、うん、あのすごくちょっとねやっぱ素材も張りがあるし、うんうん、あのこうやって出してパッて着ててもあの体にペタってなんないから、うん、ちゃんとあの T シャツのこう形が残るから、うん、まあ、体型とかもそんなに気にならないと思う。これ1枚で着てるぞ。これ今1枚です。ああ、でも透けることもまずないね。そう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 。だからあのそういったところもあのおすすめできるかな。うん、結構あの素材はしっかりしてる、うんうん。なのでそういったところも着やすいじゃないかなと、はい、うん、思います。まあ、こういう
ここが一番、うん、特徴的というか、そうだね、この横から見た時とかもすごくデザイン性がねめちゃくちゃかっこいいよね、うん、ただ T シャツ着てるだけとはちょっと違う見え感になるから、うん、あのやっぱりいろんな角度から見てもあのかっこいい T シャツっていう形でね、うん、できてると思うので、まあ、これをねあの夏着て快適にね、はい、かっこよく過ごしてもらえたらなと思います、うん、これがサイズ3だね。これがサイズ3、はい、うん、じゃあ次、また違う色いきます、うん、はい、チャコールグレー、はい、こういうちょっと、うん、パープルの、ね、ステッチが入って見えるかな、見えるかな、まあ画像貼っときます、うんうん、多少やっぱりアクセントになると思うし、うん、あの1枚で着ててもあのかっこいい T シャツっていう感じになると思うから、はい、まあ、こういうね感じで、うん、結構ラフな感じに着てても、うん、あの上品っていうか品があるように見えるかなと、う、ね、うん、思うから、うん、だらしない感じにはなってないでしょ、うん、なってないと思うよ。この首の寄り添い方っていうのがそうさせてるのかなっていうのは思ってるから、うん、あと素材感もねやっぱりウールの T シャツみたいな、サマーウールの T シャツとかニットみたいな、これチャコールグレーはね特にね、うん、ほんとそんな感じ、おすすめだよね、うん、ね、うん、なのでこういうね感じの、着方もできるので、うん、まあ、なのでこれでスラックスとか合わせてもいいと思うし、そう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 、うん、全然普通にデニムとかでもいいと思うし、あのアンドルパンツでももちろんいいしね、そうだね、うんうん、なのであのすごくこれもあの夏1枚でかっこよくなるんじゃないかなと、うん、はい、思います、はい、じゃあ次もう一色白を着てみたいなと、うん、はい、これが白、白、白はね、やっぱ白いね、うん、うん、まあ、これは本当もう何でも合わせられると思う、うん、うん、まあ、こういう風にちょっとタックインしてきてもいいし、うん、まあ、本当にショーツとか、はい、そういうのに簡単に合わせてもらってもいいし、うん、インナーでもいいしね、そう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 、インナーでもいいし、うん、結構やっぱ使いやすいと思う、白はね、1枚でも本当白なのにいいよね、なんかそう、ただの T シャツじゃないなっていう、うん、それはあの見た人絶対に分かると思う、うん、だからね、しかもあの本当は汗染みとか、うん、そういうのもあのすごくすぐ乾くから、本当早いよね、本当に早い、うんうん、だから、まあ、夏とかやっぱり気になるじゃん、うんうん、だけどそういうのもあの本当に気にならないというか、そうだね、うん、特に、まあ、グレーとか、そうだね、なんか着れないとかね、うん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 、よく聞くから、まあ、だからああいうあのチャコールグレー、うん、濃いチャコールグレーとかは本当あの汗を、ね、気にしなくても着れるグレーを選んでるし、うん、私とかね、うん、しかも素材的にもあのそんなにこう気にならない素材なので、そうだね、うん、そういったところで活躍してもらえるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、なので、今日この後か、うん、5月の29の21時から、うん、予約受付開始しますので、はい、欲しいと思った方は、うん、早めにね、買っていただけると、そうだね、うん、嬉しいなと。そうだね、せっかく欲しいって思ってもらえたのに買えなかったっていうのはちょっと本当悪いんで、うんうんうん、うん、そうだね、うん、なので早めに、はい、6月4日の金曜日まで、そうだね、の夜、21時か21時までなので、うん、くれぐれも、はい、お早めに、うん、よろしくお願いします、お願いしますと、はい、という今日は、スウェディッシュ SS ルーズティー、うん、アンドの第3弾、はい、T シャツの、予約受注の開始の動画でした。はい。でした。はい。